一応明日の配信時間のスケジュールは755にさっき載せました。ちょっと合ってるかわからないんですけど、一応あれで行こうと思って、明日は一日一応オフなので30分の6回をまんべんなく一日に分けて振り分けてみました。夜から昼から夜って分けてみました、まあ、またもし間違ってたら何時から何時のやつは違うから、これは何時から何時が正解だと思うっていう風に書いていただけたらありがとうございます。違うよって言われたらちょっとどれが違うのかがわからないので、なんか何時から何時が間違ってて多分正解は何時から何時だと思うよって言っていただけるとちょっとわかるかもしれないです。トップはわざとギザギザなのだって。あ、そうそうそう、わざとわざと、かわいいやろ。ここまっすぐやったら変やからな。ここまっすぐはダサいから。そう、あ、皆さん見ましたか？さっきじゃないけど AKB の新曲元カレです。何だっけ、何だっけ、ハッシュタグなんか AKB48 の元カレですみたいな感じだったよね。 AKB の元カレですか、ハッシュタグが。ひーちゃんがセンターの曲でタイトルがまさかのさ元カレですってやばいよな。そう、まだちょっと私見れてないんですけど、ちょっとリアタイ視聴できなかったんですけど録画してあるので、また明日でも見てよっかなって思ってます。すごくかっこいいダンスですね。こう膝でシューって回ったりとかさ、シューってする感じのダンスじゃないですか。そう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 、すごくかっこよくて、なんか今回衣装もめっちゃ黒い黒白って感じで、なんかなんていうの、なんかさっきしのぶさんのツイッターかなんかにさ、今回は全員衣装がバラバラですって、今までだと何パターンかあって組み合わせが違うだけだったんですけど、今回一つも、かぶりがないということで、そうすごいなって思いました。めちゃくちゃかっこよかったです。みんな片足にサポーターしてるやん、回る軸の足かな、痛くならんようにサポーターとかしてて、すごいめちゃくちゃかっこよかった。いろんな形、スカートの人だりズボンの人だりいろいろあって、すごくかっこよかったなって思いました。うん、すごく素敵な衣装ですよね。私もいつかなんか仰天ちゃんだったら何々が似合いそうだからこの衣装でとかって、しのぶさんにいつかやっていただけるように選抜入りたいですね。ね、でも私はちょっとお腹は NG でお腹は NG でお腹出さないようにしていただいて。
なんかさ、みんながさ、ツイッターにさ、写真載せてるじゃないですか。それをね、見てるんですよ。かっちょいいって。みんながこうやって写真を載せてくれてるから、それを、あ、こんな衣装だったんや、この子は、みたいな感じで、さっき見てました。メタメタにかっこよし。まだちゃんと見てないからさ、あれやねんけど、そのこの衣装はね、ツイッターでみんながあげてるんで、それをさっきからずっと見てますね。なんかズボンだったりショーパンだったりスカートだったりいろんな形があってメタメタにかっこいい。かっこいいね。なんかまたさ、しのぶさんの衣装解説まだかなって思ってるんよね。いつも楽しみにしとるんですよ、あの衣装解説。なんかこの子はこうやからこんな感じの衣装で、この子はこんなからこんな感じの衣装でみたいな感じ毎回してくださってるじゃないですか。すごくメンバーのこと考えて作ってくださってるから、あの衣装解説めちゃくちゃ好きで、すごくね楽しみに、まあ別に自分選抜じゃないし、なんか自分の服じゃないんですけど、すごく楽しみにしてて、みんな細かったですね。みんなポッキーみたいだった。なんかその写真、これを見る感じと、あとあのファンの皆さんがあの写真とかハッシュタグ見る限り、すごいみんなが爪楊枝みたいに細くて、わあみんな爪楊枝みたいに細いって思いながら、さっき食パンにチョコクリームを塗りながら見て、食べながら見てました。めっちゃ美味しかった。最高ですね、やっぱり食パンチョコクリーム。つまようじならなくたっていいんだよ。だってえデブって言いたいんか。やめてくれ。つまようじに憧れてるけど、でもご飯あのお腹出てる衣装になると何が大変かってね、ご飯食べれないじゃん出演する前にってなるじゃん。そうだ、それこそあんな先生公演の時、納豆エンジェルだって本当にご飯食べるタイミング難しかったもん。だって、出る直前に食べるとお腹出ちゃうから、すぐ胃がねポコンって出ちゃうから、この胃袋がねポーンって出ちゃうんで、すっごい目立つんですよ。だって納豆エンジェルってめっちゃ短いの、上も下も。だから気にしんといけんくて、ああいう衣装ってちょうどさ上の方でお腹が見えるやん。言えばさ、あばらが見えてるような感じやんか。私ね、肋骨が開いててあばらが出てるんですよ。めっちゃ、まあ多分グラビア見てくれてる人だったらわかると思うんですけど、肋骨が開いちゃってるせいであばらがすっごい出てしまってるんですよ。そうだから一番太くなってるところをがちょうど衣装って大体出てるとこなんですよ。ハイウエストにしてるからね、一番お腹で出てるところが表に出てしまうのがすごい嫌なんですよね。だからあんまり中出しの衣装はなんかめっちゃ、その納豆エンジェルみたいにめっちゃ出てんねんやったらまだいいねんけど、ちょっと出てるっていうのが一番太く見えちゃくて、私はあんまり好きじゃないんですよね。まああんまりお腹出しの衣装になったことはないんですけど、そう
そうそうそう。まあでもなんか普通に生写真とかの衣装とかは普通に着てるんですけど、の衣装は自分で決められないので、全部当て込みで、これでって言われたらこれを着るしかないので、そう、なかなか特にそれがどうこうっていうのは言えないので、そうなんですよ、あれなんですけど、あんまりね、普段からお腹とかが出てももう本当にチラリズムぐらい、そう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 。でも多分普通に自分より細いメンバーしかいないから、さすがにね、多分そう、他の人に当て込まれるだろうと。でも生写真は衣装が何着しかなくて、それをみんなでこう回してる感じだから、そうそうそう、お腹が出てるやつは出てたりとかするかな、生写真によるけどね。でもあんまり AKB の衣装めちゃくちゃお腹出てるってやつはあんまりないよな。人によるかも。それこそ1個前のねもはもの白いやつも、お腹出てる人とお腹出てへん人持ったりとか、結構ね、うーん、まちまちやからな。でもやっぱりお腹出てる衣装は可愛いって思ってしまう。なんか着れるんであれば、それはもうお腹出しの衣装、お腹が出てる方が可愛いなって思ってやねんけど、うん、ちょっと私が着ると違うってなってしまうかな。そう。でも新衣装はめっちゃ可愛かったな。なんかいろいろ白いレースっぽい人と、なんかジャケットみたいな人といっぱいあったよね。しかもみんな付け毛してたな。なんか白い髪の毛が生えてたり、なんかちょっと違う色の髪の毛が生えてたりとか、すごいしててめっちゃ可愛かった。付け毛かな。なんかさ、根も葉の時もさ、何人か付け毛しとったよね。その初披露の時かなにさ、つけて、その多分番組の時だけで多分つけてって言っとったよな確か。そう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 、めっちゃ可愛かった。今回はなんか髪の毛つけてるメンバー多いなって思ってきましたけど、分からん、実際どうなんかは知らんけど。すごい、ナナさんと大西がズボンだったんや。肩長いズボン。いいな、かっこいい2人って感じ。かっこいい2人って感じ。うん。じゃない？めっちゃいいか。なんか毎回この2人さ、すごいツーショットさ、撮ってるけどさ、めっちゃなんか2人かっこいいよな。かっこいい2人って感じ。あ、びっくりした。ドアのこの取っ手がなんかそういうなんか
ピストル的なまんじものかと思った。違うわ。今回スニーカーなんですね、ブーツじゃなくて。確かに奈々さんとか大西は結構イケメン枠やもんな。美人なかっこいい系枠あんまりおらんやん、そういう人たちってさ。だからすごい目立つよね、いつも。なんかみんなメイクもさ、ちょっとさ、かっこいい感じでさ、めっちゃかっこよかったね、これ。アクセもシルバーですね。早く見たいね、これは。とてつもなく。やっぱ千葉襟がツインテールなんやな。あ、カラコンしてる。かわいい。良きですね。皆さん早く全身写真を上げていただきたいな。すごいわ、こういうピチッとしたショーパン型の衣装履けるんはすごいわ、本当に。K-POP アイドルさんみたい。どんな歌詞なんやろ。でも今彼じゃないわ、今じゃないわ、元彼ですってことやからそういう感じの歌詞なんやろうなって思ったけど、なんか途中あれだってローマ字読みというか日本語じゃなかった、書き方が。あれ、どういうこと。何何みたいな。え、 NA。 あ、そういうこと。へえー、後で見よう。このショールーム終わったら見るわ。ちょっとショールーム中はね、音流せないからね。見たところで結局ただの無音の動いてるものしかない。こう地道の走り屋さんがペンギン掛け銃でタバー一本。あ、ペンギンじゃないわけ。地道の走り屋さん、ペンギンありがとうございます。50本。自分をここ表記されて、50個ありがとうございます。ありがとうな。毎回投げてくれとるんだが、いつ一日絶対一回は。ありがとうございます。びっくり仰天。そんな、
ありがとうございます。すごい地道な走り屋さん、すごいですね本当に。ゆりなちゃんも頑張ってねって、割と頑張ってるつもりなんやけど。ありがとうございます。イエーイ。毎日、え、てかペンギンになった、クマじゃなくなった。両方あるいわ。あ、両方あるんや。自分投げる側じゃないけんさ、星とかさ、こう自分に自分投げれんけんさ、あれなんやな、人にもあんま投げんし。これが定番のやつがクマさんで、こっち、あ、シーズンものね。あ、春の。そうなんや。へえ。そっかそっか。そうなんやな。シーズン、え、何今のシーズンそれ？ペンギンって何シーズンの？桜。春ってこと？お花見しよるペンギン。ペンギンって春の動物なんやな。桜の木とかもある。桜の木とかないんや。花びらはよくさ、みんな投げてくれたやつ。うん、全然目悪くて見えんけど。おお。全然目悪くて、全然なんか点点点にしか見えんけど。なんか柏餅とか、あ、桜、花びらとか。へえ、いっぱいあるんや。あ、本当だ、結構可愛らしいペンギンやな、うん、なんかもっとペンギンペンギンしペンギンかと思ってた。すごい可愛らしいペンギンやわ。なんかあれなんやな、桜餅でもなんか2パターンあるんやな。なんかわかる、閉じ取るやつとなんかあんこ見えてるみたいな、くるんってなってる。そう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 、違いが分からんけど。関東と関西の桜餅違うんや。あ、そうなんや。何が違うん逆に。え、だからこれがどっちかがどっちかない。でもどっち、なんかさ、自分らが知ってる桜餅のよく見るその包まれてる桜餅しか知らんくない。あ、でも見て2種類出てくる。へえ、片方しか知らんわ。あ、関東がこれやって、このあのしっかり包まれてないやつ。あ、包まれてないやつが関東なん、うん、関西が包まれてるやつなん。関西がこれおはぎみたいなやつ。うんうん。え、そっちしか知らんないけど逆に。関西よりやから。え、そういうだから逆にそれが標準やと思っとった。わかる？なんかそこまでだってマックのことマクドとは言わんから、うん、なんかあ、それが標準なんかなと思った。だってよく見る、だってさ、イラストとかそうじゃない、包まれとるやつじゃない桜餅って。よく見るイラスト、あんこはみ出とる、出てないよな。よけんさ、それが一般ピープルのさ桜餅だと思っててんけど。じゃないんや。なんか謎やな、関西の方がなんか伸縮してるんやな、じゃあイメージとしてな。そういうことやな、さすがやわ。そう。
な桜餅食べんけどな。あ、あと3分だ。さっきランキング読んどかないと。13位は相松さん、12位もとちゃん、11位ひかり 400X さん、10位おかやんさん、9位しんどさん、8位マックセイトさん、7位ヤングさん、6位あのねミッサが最高さん、5位マーニャンさん、4位ドラゴン22さん、3位チカイシーさん、2位ミゴンさん、そして今日の第1位は地道な走り屋さんです。地道な走り屋さん、ペンギン50匹ありがとうございます。イエーイ。というわけで明日は13時からって自分書いたような気がする。13時からですね。それの45分前だから12時15分で捨て星でよろしくお願いします。明日も30分の6回で、なんか割といい感じに昼から夜にかけて振り分けたつもりなんで、これでよろしくお願いします。はい、内容は決めた。それちょっとまだですね。それちょっとまだですね。これからですね。すいませんね、ちょっとちょっとやることがバーってあったんで、そこまでは一生懸命始まる前にとりあえず時間だけは作っとかんとと思って時間だけは考えたんですけど、内容まではちょっとまだそこまでは時間になったんで考えてないです。なんかメールにもね書いたんですけど、一応なんかいいものありますか、まあそれによかったら755に書いていただけたら嬉しいなと思います。そしてですね、4月4日の BLT と3月31日に発売ビッグワンガールズさんの方のチェックもよろしくお願いします。そして59枚目のシングルの今日で再販終わったけど、また再販どうせ始まるので、そのやつもどうぞよろしくお願いします。とりあえずどれも完売してないのでどれでも大丈夫です。ぜひ今回はサイン会がすごく多いてか、ほぼほぼサイン会のようなものなんですけど、まあよかったら日程多分結構今回たくさん部があるので、どれか合う日があれば、もしよろしければお会いしてくださると嬉しいです。はい、あ、今受付中か、あ、2時再販中なんですね。それでは2時再販中よろしくお願いします。これいつ切れるんかわからん、つ切れるんやろ、勝手に切れるんやけど、そのちょっとタイミングがよくわからんからとっても謎です。あとその再販のやつの画像作ってくださった皆さんありがとうございます。また明日お会いしましょう。